アッシャー・ブラウン・デランドはアメリカ合衆国の版画家、画家である。ロマン派の影響を受けたアメリカの風景画家のグループ、ハドソン・リバー派の画家の一人である。ニュージャージー州エセックス郡のメイプルウッドに生まれた。父親は時計師職人、銀サイク氏で11人兄弟の8番目の子供であった。1812年から版画業者の見習いをした後、共同経営者となり、 ニューヨークの視点を任された。1823年にジョン・トランブルのアメリカ独立宣言を版画にして出版して、その版画技術が評判となった。1825年にニューヨーク絵画協会の設立に寄与し、この組織はナショナルアカデミー・オブ・デザインに発展し、1845年から1861年の間、デュランドは ナショナルアカデミー・オブ・デザインの校長を務めた。兄のサイラス・デュランドと印刷業の会社を作り、切手などの版の制作をした。1830年頃からパトロンのリードに進められて、関心を版画から油絵に移した。1837年に友人となったトマス・コールとアディロンダック山地のシクルーン湖へのスケッチ旅行を行い、その後は風景画に集中した。 代表作の一つの気の合うものはキャッツキル産地の風景の中にコールと詩人のウィリアム・カレン・ブライアントを描いた。コールの死の後、ブライアントに送られたものであった。ありがとうございます。